はい、こんにちは。高知熱帯魚サービスのひたたけです。ご視聴いただきましてありがとうございます。っていうのはでも最初にやってるよね。そこ取ったらいいから。はい、最後までのご視聴ありがとうございました。今日撮影した子供たちは、ヤフーオークションの方に、出品しますんで、ぜひそちらをチェックしてみてください。100円、500円で買えるかもよって。かもです。はい。よろしくお願いいたします。ひさだけよりすぐりの30匹を今日撮影させていただきました。KNS ベタムービーチャンネルは、あんまりひさだけ出てきません。撮影風景をずっと撮影しています。だから最初お魚が、動かない状態からだんだん慣れてきて動き出す瞬間までずっとノーカットでお送りしてますんで、その辺加味してご覧になってください。あと編集版の方は、久竹圭司のつれづれ草のチャンネルの方に、アップさせていただきます。今日の10時15分間に合えばアップします。
明日もやりますよ。ぜひ皆さん遊びに来てください。午前中はズレズレ、どっちでもええんやけどね、こっちでも1本はやります。はい、こっちでも1本はやりますっていうのは、ズレズレ塚さんの方も再生回数が減ってるっていつも来るからね、まあライブこっちでやってたら当然減りますからね、一本は向こうでやるようにしたいと思っています。明日は何曜日、明日は木曜日です。木曜日は久田がお店にいます。それとあとはなんだ、あ、そうなんですよ、 KNS ベタムービーチャンネル、まだ始まって1ヶ月経ってないんですけど、たくさんの方にチャンネル登録いただきまして改めましてありがとうございます。引き続きあと853名募集していますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。再生時間は絶対に行く、絶対に再生時間は行くんですよ。チャンネル登録者が1000人ないと収益化はできません。まあ、収益化できなくてもいいんだけど、やっぱりなんか収益化したいじゃないですか。ということで皆さんご協力よろしくお願いいたします。ボラボラ島の綺麗な海のですって、テイク2 そうなんですよ。はい、まあね、ラメ系の魚とかキラキラ系の魚というのは色がいろいろですからね。つぶりんさんありがとうございます。目指せ1000人ってね。あー、まあまあでもどうなんだろう。はい、今夜も夜9時ベタの何でも相談室は久竹圭司のつれづれ草の方のチャンネルでやりますんで、毎晩9時からやってます。初めての方大歓迎ですから、ぜひ遊びに来てください。皆さん今日晩ご飯何食う？今4時半か、銀行行ってお金引いてこないかんな。お金引いてきて一緒に買い物をしてこよう。なんやその、やっぱり社長もお尻に筆刺してって、お尻に筆刺して痛いやろ。なんやそのお尻に筆刺してっていうのは何？あのベタちゃんの頭を筆でこするとフレアリングするよって思って、それは聞いた話ね。試してみようと思って100均行って筆買おうかなと思ったらお金がなかった。だから何も買わずに帰ったことがある。100均カード使えないもんね。うん、わ、枕言葉は何なの？圧倒工具さん、社長もお尻に筆刺しててケツに火がついてるとかいうのはいつものことですけど、南の島の大王は映画チャンネルでやってたら登録100万になったから。マジですか？映画ちゃおかしいやろ。あの本番中に干潮してみたりな、頭おかしいだよな。あんなんしたらいかんやろ。ほんとなんか医療関係者を侮辱してるような動画やんと久だけは思ったんですけどね。そりゃエガちゃんはもともと有名人や芸能人や、久だけは一地方議員です。俺 あれよ、投票者の今10倍いるよ。投票者の10倍います。多分ね、今のチャンネル登録者いた県議も通るよ。阿賀郡に住んでたらの話やけど。そんだけ難しい数字やよね。はい、ということで、はい、じゃあ夜お願いします。チロリさんありがとうございました。皆さんといっぱいいっぱいおしゃべりしていたいけど、まあ、まだかまんけどね、このおっさん何しよる思って思われるからね。初めてちょろっと来た方はこのおっさん何者やって。このおっさんは
高知熱帯魚サービスの久武って言います。四国高知、南国四国高知県、高知県のいの町でちっちゃな熱帯魚をやっています。ベタちゃんを全国に発送しています。ぜひよかったらチャンネル登録してってください。そんな大炎上しないよ。品位を削らせたってね。でもね、議会外のことでやっても、まあ俺は容らんやろうけどね。例えば俺が飲酒運転するやん、したらいかんよ、絶対したらいかんよ。無免許運転するやん、免許持ってるけど無免許運転がおかしいな。もし僕が免許持ってなくて無免許運転するやんか、これは絶対やめんといかんと思うよ。でもやめなかった議員がいたからね。いろいろ、まあね、どうなんだろう。議員も資質が問われる世の中です。はい。だから久武ももう20年やったからもうやめちゃうよ。やめて YouTube に打ち込むんです。そんなことばっかり言ってる。はい、チロリさん、ぜひ高知遊びに来てください。あんまりね、長いことやるとろくなことないない、しがらみできるしね。あ、ベタワンさん、今夜注文したクロスウマが到着する。クロスウマ買ったの？クロスウマはあのお魚ついた時に白癬病の予防に入れるか治療に使ったらいいよ。中身メチレンブルーだから、メチレンブルーですよ。1リッター1ドロップは一緒です。ベタワンさん、どっちか言うとね、赤と緑は買った、そっちを買わないかんよ。黒も買ってもいいけど、うちは嬉しいけど。あれ、どっかタバコが遊びに行って、え、赤は買ってないの？赤スーマ買ってないの？これ赤、これを持たないかんよ。これを、これが大事なのよ。あ、だったら OK です、はい、完璧です。で、緑と赤の併用っていうのは、元気なというかね、ちょっと元気がないぐらいの子にしてくださいよ。もうヘロヘロになって立ち泳ぎしてる子なんかに使うと死んじゃうよ。それはよく言っとかないか。あれ、ちょっと開き悪いなとか、有効がビーンって元気になります。はい、だから TPO によって使い分けてみるといいと思います。多分あのタイでもこんなん言ってる人誰もいないから。でも実験済みやから、まあ持ってて損はないと思います。はい、ということで皆さん、長時間ありがとうございました。これ終了画面かけるとおかしいよね。おかしくはないか。最後までのご視聴ありがとうございましたってね。大丈夫かな、これ。この画面って下へ下ろさなくていいのかな、これでいいのかな。はい、質問コメントいただけると嬉しいです。この下に貼ってないね、貼っとかないかんね。またでも今貼っとかないと忘れる久武です。これはタイのプラチアップキリカンの朝です。夜じゃない、朝です。今から一日が始まるよっていう、それを毎晩ベタの何でも相談室の最後で流しています。はい、じゃあ皆さん、夜9時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。
南国四国高知から。高知も今日は寒いです。雨がしとしと降っています。さようなら。